そして今サーキットに帰ってきたスカイライン、星野自ら日産の大先輩北野とコンビを組みステアリングを握っている。第1戦西日本サーキットではポールポジションを獲得、終始トップを独走。しかしラスト11周を残してエンジントラブルのため無念のリタイア。続く第2戦日仙台でもポールポジションを獲得、その速さを見せつけた。終始トップを独走、パワーで勝るフォードシエラを抑え、ホールトゥフィニッシュで見事優勝。久々にサーキットで熱い視線を受けた。